なんだって、俺がプロトドライブ。うわぁ、こりゃ気の毒だわ。やっぱわしの言うことは当たってたんや。あいつどう見ても仮面ライダーやもんな。おい、もうあんま言うんじゃないよ。もうこれ以上言うと、もうなんかちょっと悪い者いじめみたいになっちゃうから。ちょっと提案があるんですけど、彼をうちのラグビーのチームに入れるっていうのはどうですか？うん、お前はね、もう今日帰れ。しかし、あいつこれからあんな感じで大丈夫か？俺たちとなんかそのやってけんのか？俺は何も自分のことを知らない。ま、普通は鏡見てりゃわかるけどな、大体。よせ。でもさ、あのマッシュルームみたいな頭のやつもひどいよな。あいつ仲間やのに、そんなこと言うてな、自分マッシュルームみたいな頭しやがってな。チェイサー的にはさ、これからどうしたいとか希望あんの？俺たちと。こいつは姉ちゃんのストーキングしてたんだから、こいつなんてね、もう俺たちでボコボコにしてやりましょうよ、新兄さん。いや、そうは言っても彼がプロトドライブだったってことを考えれば、それもわからないことではないよ。わかりませんよ、こいつは。俺がね、この前姉ちゃん見た時なんて、こいつがなんか姉ちゃんに襲いかかろうとしてて、お前ふざけんなお前、本当に。あいつは何者なんだ？だから俺の姉ちゃんだっつってんだろ、バカタレ。なんか俺がニュージーランドを行ってる間に新しいやつ履いてるよ。ちょっと説明してくれや、あいつ誰？あいつはなんか新しくね、あの仲間になったあのマッハとかいう、お前めんどくせえな。お前ニュージーランド行ってたから、お前ニュージーランド行くからだよ。もう羊とでも思っとけ、お前こいつは羊だよ。お前は新兄さん、悪いけど僕はラム肉より牛肉の方が好きだよ。もうね、俺帰ります。みんな何なよなよしてんの、一緒にやろうぜラグビー。てめえのな、ケツの穴にお前タッチダウンしたのか、こら。え、今なんて言った？確かケツの、あんな、ありのままの姿見していきましょうよ。怒りで震えてるよ。チャンネル登録お願いします。 PC の方は画面をクリック、スマホの方は下の説明欄の URL をクリックしてください。